私、相内ひな、中学1年生。自分に自信がなくて、いろんなことから逃げてばっかり。そんな私が中学校の入学式で新入生代表挨拶をやることになっちゃった。当日心臓バクバクで練習してたら、放送部のイケメン五十嵐先輩が通りかかって。深呼吸して、背筋を伸ばして、3、2、1、9。それから数日後、付き合ってくれないかな。いきなり告白されちゃった。出会って2度目でこの展開、いくらなんでも急すぎません？先輩に憧れて入った放送部には女子嫌いの同級生がいて。さっさと出てけ。おまけに部員じゃないのに放送部をよく知る謎の2年生もいて。俺の名前聞いたことない？この部活なんだか訳あり男子だらけじゃない？放送部を舞台に送るドキドキの部活ラブストーリー、この声届け、恋が始まる放送室、好評発売中。